入場警告となりますので、ただいまから記者会見を始めます。本日の出席者は富山県厚生部大谷氏です。同じく厚生部健康対策室森田室長です。はじめに大谷氏から説明いたします。では森田氏、はい、それでは私の方から新型コロナウイルス感染症の発生状況についてご説明をいたします。お手元にお配りしました資料のとおり、本日は388人という、患者さんの感染報告にさせていただきます。引き続きたくさんの方がコロナにかかっておられます。外に出る際につきましては、感染対策をきちんと取っていただきたいと重ねてお願い申し上げます。それから資料の一番後ろのページにございますようにですね、重症者の方の人数も増えております。また、その前のページに書いてございますが、一人の方がお亡くなりになっておられます。本日の資料を見ていただいて分かると思うんですが、この引き続き10歳未満、もしくは10代、20代の若い方の感染が多いというのは傾向として引き続きございますが、少しずつ年代が高くなっているというふうに考えております。高齢の方が基礎疾患をお持ちの方というのは、どうしても重症になりやすく、また中にはお亡くなりになる方もおられるということなので、感染対策を改めて徹底していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あと私の方から本日クラスター1件発生しておりますので、それにつきましてご説明をさせていただきます。老人福祉施設におけるクラスターの発生でございます。県内では156例目、2月では75例目の発生になります。概要申し上げます。高岡市の老人福祉施設で職員6名と利用者1名計7名の感染が確認されたものであります。感染者の状況についてご説明をいたします。まず2月22日に職員1名と利用者1名の陽性が判明いたしました。これは2月23日に公表いたしました15250番と15575番であります。続きまして2月23日に職員1名の陽性が判明いたしました。これは2月24日に公表いたしました15883番であります。2月24日になりまして、職員4名の陽性が判明いたしました。これは本日の資料でご説明いたしますが、まず16063番、資料6ページ目の一番下になります。16063番の方、それから、16099と16100番、9ページの資料9ページになりますが、下の方16099と16100番であります。さらにですね、資料の方は28ページ目になりますが、16344番の方、こちらで都合4名の方の陽性が判明いたしましたので、本日クラスターとしてご説明をするものであります。検査の状況についてご説明いたします。まず職員ですが、16名の検査を行っております。陽性は6名、検査中は10名であります。次に利用者でございますけれども、こちらの施設、老人福祉施設でありますが、利用者は極めて短時間の利用というふうに聞いております。滞在時間は1、2時間程度で、食事や入浴等のサービスを行っていないと。したがいまして、現時点では利用者で濃厚接触者がいないというふうに考えております。したがいまして、すでに陽性になった1名を除きまして、利用者の方は自宅待機をしていただき、健康観察中ということであります。
今のところ全員症状は出ておらいないと聞いております。続きまして、施設の感染対策でございます。こちらの施設につきましては、職員も利用者も全てマスクを着用してもらいました。から手洗い換気等の基本的な感染対策は実施できておるということで聞いております。施設につきましては当面の間休止をするというふうに聞いております。私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。では質問をお受けいたしますので、質問のある方は挙手をお願いいたします。こちらから指名いたしますので、後ろの下のマイクの方にお越しいただきまして、社名、お名前をおっしゃっていただいた上で質問をお願いいたします。それでは質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、中日新聞の中森です。お願いします。クラスターの件なんですけれども、こちらの施設宿泊型とかっていう形ですか。はい、サービス。通称型の施設になります。しかもその比較的皆さん元気な方のようですので、繰り返しになりますが、食事や入浴のサービスはしておらず、1日間程度の利用ということになります。わかりました。利用者の方皆さんの自宅待機ということなんですけれども、はい、ざっくりですが、どれぐらいの規模の方が利用というかされるんですか。規模につきましては、ステップの特典につながりますので控えさせていただければと思います。はい、わかりました。一人また、亡くなりになって見えるという発表をいただいてますけれども、はい、2月だけで8人目ですかね。ちょっと数だけ確認させてください。ちょっと事務方に確認させます。はい、8人で2月に入って8人です。この方は分からないんですけども、ワクチンの接種は、どうだったのか。接種歴のものは、まとめた、今、接種料で出しているので、個別の事例はちょっと考えますね。分かりました。はい、分かりました。ありがとうございます。田村と言います。よろしくお願いします。お二人氏のご説明で、今またやっぱり10代未満の年齢、人口数の感染者数と、10代の感染者、引き続き高いが、年代も少し高くなっているってちょっとおっしゃっていたと思うんですけど、それの意図ってのは、20代とか増えているって言ったのか、それとも高齢者、70代ぐらいとか増えているって言ったのか、はい、お答えいたします。私、発表の前にですね、実は県管理のものにつきましては、すべての例の、故郷といいますか、もうちょっと詳細な資料を確認しております。その中でですね、あるいはともかく保育園でありますとか小学校でありますとか、いわゆる低学若い方、本当に若い方が学校や園の中で広がってというような話が実際問題あると思うんですね。ただ徐々にその家庭内感染になりますと、その親御さんあるいはおじいちゃんおばあちゃんに移ってくるということは当然あるんですが、その傾向が結構高くなってきているような気がしていまして、子どもさんたちがなっていても当然最終的に家族に移っているというのは大変多いんですけど、やはりそうなってきますと、やはり高い高齢の方、あるいはお父さんお母さんでも基礎疾患を持つ方がおられます。そういう方はやっぱり重症化する可能性が高いので、入院という形になっていくと思います。私どもその現在のオミクロンで一番怖いのは、昨日もお話ししましたけれども、要するに若い方っていうのはなかなか重症化しません。ただ疾患を持った方、高齢の方、この方っていうのは中等症から重症になっていく可能性が高い、あります。言っててもあります。決してですね、皆さんがそうなるわけではないんですけれども、そういうリスクを考えますと、ともかく蔓延を広がっていくのをいかして止めるかというのが一番大事なことではないかと思っておりますので、本日改めてそういうことを申し上げたわけでございます。公表を眺めている、あくまで私の肌感覚だというふうにご覧いただければと思いますが、皆さん方も年代別のデータよく出しておられますよね。40代とかは少し増えて山が一つできている日もあるんですよね。ちょっと多いのかなというふうに私気になっていまして、
だんだんそれが50代、60代、70代となっていきますと、やはりあの病院に入院というシチュエーションが今後増えてくるんじゃないかと、私、ちょっと懸念しております。家庭内感染について、これ、増加傾向を見てもらっていいでしょうか。家庭内感染は増加というか、なかなか止まらないというふうに思ってます。ただあの数が県内での発生の件数がどんどん増えてきておりますので、あの家庭内感染の数自体もどんどん増えているんですね、家族度的に。そうしますと、例えば今まで例えば10家族くらいだったのが家庭内感染で広まったのでねって言ってもそう、あの、まあ、まあその程度の規模で済むんですけど、極端なことは。これが100家族、200家族にわーっとなってきますと、もう一気にあのそういう入院の患者さんが増えていくという恐れがあると、そこをちょっと心配しております。ありがとうございます。はい、他に質問のある方いらっしゃいませんか。よろしいでしょうか。では、以上で会議を終了させていただきます。どうもありがとうございました。